ファミーミキでーす。はい、今回の愛車紹介はこちら。ミキさん、生で初めて見たお車ですがこちら、ユーノスコスモを紹介していきたいと思います。もうボディのこのラインが美しすぎてうっとりしますが、はい、今回もしっかり愛車紹介していきたいと思います。それでは行ってみよう。ゴえ、平成で言い直すと、平成3年式のお車になります。コスモが販売された期間が1990年から96年まで販売されたお車なんやけど、ユーノスコスモは4代目のコスモになっております。はい、それでは早速オーナー様を紹介させてもらいたいと思うんやけれども、こんなにレアな車に乗ってる方ってどんな方なんやろうってウィキはめっちゃ気になります。オーナー様はキティさんです。せーの、おはみー、キティさんです。よろしくお願いします。昔あのキティ小太郎っていう名前でボクシングをしていました。ボクシング、はい、おー、元ボクサーの、じゃあユーノスコスモということですね、はい、オーナーさんが。おー、なかなかの濃い動画になりそうです。今回愛車紹介よろしくお願いします。もともと欲しかったんですけど、はい、見たこともなくて、うん、死ぬまでに一度は乗ってみたいなと思って、あ、そうですよね。なんか私あんまりその車に興味があんまりない年齢の頃もあったりとかして、でその時にあのウィキの父がカタログを、当時なんか真上から写したカタログみたいのがなんか室内の写真かな、なんかあって、それをなんかこの色ですね、内装のこの色の写真を見せられた時になんかすっごい頭に残ってて、当時父がその 20B ですかね、3ローターみたいな、でそれをなんか欲しいって言ってた話を思い出しました。はい、はい、それでは早速フロントの紹介からいってみたいと思います。はい、フロント、これね、フロントバンパーみたいな感じでウィキは思い寄ったんやけど、呼び方があります。フロントエアダムスカートというね名前になっております。エアダムスカートってなんかちょっとおしゃれな呼び方やね。ちなみに、ディーラーオプションです。はい、当時新品価格で7万円したそうです。ウィキチャンネル。イメージがあの3ローターのイメージなんやけど、今回のお車、はい、エンジンが 13B になっております。ちなみに3ローターの分は 20B っていうね呼び方に変わります。あと、まあさすが高級車やなとウィキさんが思うのは、はい、ここボンネットを止めるのがなんと 1,2,3 とあります。
こう評判ではなんか燃費3とか1キロとかもう全然がなんか極悪燃費だみたいな感じのこうなんですか記事を見たことがあるんですけれども、はい、街乗りとか普段どれくらい燃費ありますか？走りますか？安定してリッター3キロです。やっぱりそれぐらいしか本当に走らないんですね、はい、やばい。どんな走り方しても大体3キロぐらいで、すごい。思いました。皆さん伝わりますかね、こうエンジン始動時のあのロータリー独特のあの音、はい、そしてちなみに、230馬力、ね、馬力がねで、最大トルク30キロございます。ビビッと、はい、今からウィキがコスモのかっこいいポイントを説明していきたいと思います。コスモのこのねめっちゃ綺麗なボディライン、すっごい綺麗です。前が長いよね。前が長くてこういってね、特にこのリア、このねこのなんとも言えないこの角度、こうねスンって伸びやかなこのラインがウィキさんはたまりません。めちゃめちゃ綺麗です。はい、で、ボディカラーがブリリアントブラックというねカラーになっております。19インチの BBS がついております。で、後ろの方に行くとあれれれれ、はい、この後ろの方のこのコスモっていうねここね、はい、これもねまたまたかっこいいポイントです。リアに回ってきました。じゃじゃーん、コスモフロントから見てもかっこよかったんやけどリアの方がウィキさんはかっこいいと思います。はい、かっこいいポイントその1、はい、このコスモのエンブレムめっちゃ筆記体でねおしゃれでかっこいいよね。なんかわ普通のテールとなんか違うなって思いよったんやけど、なんとこれが二重レンズっていうね、呼び方をされているそうです。バブル期の車でよく使われたテールのこの何ですか構造バブル期でよく使われた構造になっております。せっかくなんで近くで写していきたいと思います。いや、ウィキチャンネルの視聴者さんからしたらやっぱりこれはもう二重レンズってもう分かりきったワードかもしれんけど、ウィキからしたらめちゃくちゃなんか何その言葉みたいな感じでした。あ、外にこう一幕というのかで中にまた赤いレンズがあって、なんか割ってもねまた赤のレンズが残っているというね構造説明が難しいな。はい、レンズが二重になっております。お金がかかっとるね。はい、オプションのバンパーの形がまたまたねかっこいいですね。で、3ローターの 20B とあとこのねあのお車の 13B のこの違いというのはこうリアを見たら一目で分かって、13B やったらこうねマフラーが2本出しになっとって、で 20B になったらなんとマフラーが4本出しになっております。
ウィキチャンネル。はい、なんと給油口がさっき動画でお届けしたこんなところにあります。めちゃめちゃ変わっとる。ちなみにこのユーノスロードスター、奥のウィキが乗っとる NA ロードスターも上の方に給油口があります。ありがとうございます。二重のレンズになっとうせいかめちゃくちゃ上品でめっちゃかっこいいです。なんか大人な光り方をしますね。グッドです。はい、ありがとうございます。いやー、いいですね。ジェントルですね。大人のサウンドですね。はい、ありがとうございます。やっぱりこのセル音、ウィキさん好きやなと思います。こうかけ始めのね、ジェー、そしてその後のロータリー独特のブーンって感じのこう上がってくる感じの音でからのジェントルサウンド、めちゃめちゃかっこいいです。はい、それでは内装の紹介に行ってみたいと思います。運転席に座る前に、さすが高級車、ウィキさん気づくポイントがたくさんあります。はい、まず1つ目、はい、こちらドアがめちゃくちゃ長い。スープラよりも長いんじゃないですか。そんなことないですかね。カメラの向こうにスープラオーナーさんがいらっしゃいますが、さすが高級車。ドアもね、分厚いですね。まあ分厚いし、これウィキさん何なんやろうって思ったよね。これこれはこんにちは。はい、 YouTube 撮ってます。よかったらね、オーナーさんです。あの、私はオーナーじゃないんですけど、紹介させてもらって。こんにちは。どれくらいするんですか、こんなカスタム。あ、でも、あの、中古だったんで、もう中古これね、開けると開くよ、ここが。ここ開きます。じゃんじゃーん、わおズームズームズーム。ここね、小物入れになっとるんやけど、めっちゃ奥に入って物が取りづらくなるかもしれない。結構奥行きあります。あ、で、昔の車やなってウィキさん思うのは、ドアのとこのここのなんかポチってするの、なんかちょっと前の車だなっていう感じがします。はい、ちなみに今回の、キティさんの、コスモのグレードが、タイプ E なんで上級グレードになります。はい、高級車の上級グレード、めちゃくちゃ高級車ですね。はい、で、ここのスカーフプレート、上級グレードやったらこんな感じで、ステンレス製の光沢のあるね、キラッキラしたこのね、スカーフプレートになっております。雰囲気から見て、なんかこう革がふんだんに使われてる感じ、あの過去動画の NSX の車内の雰囲気に似ているなとウィキさんは思います。お邪魔します。シュッシュッシュッってします。シュッ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 オープニングの画像貼っとこう。わー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 、お邪魔します。おお、あ、なんか嬉しくなります。わー、こうなんか優越感というよりもなんかこう嬉しい気持ちが勝っちゃいます。こう同じユーノスね、ロードスター乗ってるけど、こんなに違うユーノスなんだっていう。わー、え、なんかすごいですね。特別感の塊というか、やっぱ優越感かな。あ、すごい。シートもなんか気持ちいいですね、座った感じが。あれ、ボタンがあったら押したくなっちゃう、ウィキチャンネル。本のところがロータリーの形になっております。すごいね。後で写していきますよ。押してみます。あ、かっこいい。いや、車の仕様からしてもね、やっぱり本の音もかっこよかったです。はーい、座ってみました。運転席からの眺めこんな感じ。おー、今まで見たことない景色です。オーナーさん、エンジンかけてみていいですか。ありがとうございます。
おお、ついにコスモのエンジンをかけちゃいました。なんかメーター立体的じゃないですか。立体的に光ってますね。すごいんですけど、もう画面で最初映した時はあれこれ光がちょっと暗いかなって思ったけど、今ねしっかり明るいです。もう一回映しますよ。はい、こんな感じで角度、カメラやったら分かりにくいかな、とタコメーターとスピードメーターが立体的にこう浮き出てるようなメーターになっております。でね、面白いのがこっからすごいよ、ギュイーンって、はい、ここまで続いてます。あ、すごい、こっちも光ってる。こっちは時計ですね。はい、時計とラジオだ。はい、そしてここ面白いよね。ここにシガソケがあります。で、なんかロードスターやったらここプラスチックなんやけど、コスモはね、ここはね、なんかガラスみたいなぷくってね膨れたような感じになってますね。ウィキチャンネル。そしてね、両席、さすが高級車、パワーシートです。ちょっと動かしてみてもいいですか。はい、ありがとうございます。動かしてみますよ。あ、すごい、ここね、これは後ろかな。あ、動いた動いた動いた、パワーシート健在。あ、すごーいおー、あ、動いてます。ウィキさん、後ろの席も気になるんで座ってみたいと思います。エンジンかかってなくてもここのボタンで前に行って、じゃーん、これで乗り込んでいく感じですね。おーおーおー、すごい。あ、お邪魔しました。あ、なんかすごい川に包まれたを感じないけど、ドヤ顔してしまいました、すみません。あら、これなんなんやろ。これ視聴者の皆さん分かりますか、これ何なのか。ウィキさん、さっき発見したんやけど、これヘッドレストだそうです。これね、開けるには一回押して開けます。片手でできちゃう。よいしょ。上がってる、あ、上がってる、あ、上がってる、あ、おー、現れたおー、こうして閉めるときはここね、あ、ここですね。あ、あ、で、あ、なるほど、おー、すごいね。はい、で、逆側もね、さっきみたいな感じで開いちゃいます。すごいよ。見て、ほら、真ん中がめっちゃ盛り上がってます。盛り上がっとって、しかもここから前までね、グーンってね、つながったようなデザインです。今回の愛車紹介はユーノスコスモの紹介でした。イエーイ。見た目もこうボディラインがめっちゃこうの、もう伸びるような、もうなんかもうすっごい美しいボディラインで、もう見た目もかっこいいし、内装も革がふんだんに使われた、もうバブルやなって感じのね、豪華仕様でめちゃめちゃかっこよかったです。はい、ありがとうございました。はい、それでは動画の最後にオーナー様のご好意で運転させていただけることになりましたということで、はい、後ほども楽しみにしていてください。じゃあ最後に、この動画がいいなと思ったらグッドボタンと、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。感想のコメントたくさん待ってるよ。それではまた次の動画で会いましょう。お続きでした。またね、バイバーイ。ユーノスコスモでした。はい、それではオーナー様のご好意でユーノスコスモを運転させてもらえることになりました。ありがとうございます。車すら見ないのに運転までさせてもらえるっていう、ウィキさんは興奮が止まりませんが、はい、エンジンかけていきます。うおーロータリーですねー
ブボーンってロータリーですね。あ、このねシフトも斜めにこう伸び上がってるのがかっこいいですよね。うん、運転していきます。お願いします。はいはい、出発進行。ゴーゴー。うわー、あ、え、なんか速そうな感覚がしてきます。ターボですよね。はい、うんうん、運転しやすい。よいしょ。わー、同じユーノスなのに。おー、わあ、なんか感動してます。いや、ユーノスコスモとか見る機会あるんだって思って、見れるっていうか撮影させてもらってますからね、すごいです。なんかこうセダンは、セダンとかまあこういう感じの車って大きいのってこうやって運転するのとかあるけど、コスモ違いますね。そうです、コスモこうやって運転したい。わあ、でもこう憧れるっていう理由がわかる気がします。私でも所有は絶対こう、はい、無理だから。こうはすごいなーだで終わってしまうけど、加速してみます。はい。おーおーおおおおおおおなんかちょっと私言っていいですか、はい、なんか伸び上がる感じですね。スーンって、はい、そうですね。うん、なんか車がめっちゃ頑張ってる感じじゃないですね。あ、うん、あれですね、こうデートカーっていうよりも、はい、あの三越とかこう伊勢丹とかあるじゃないですか、デパート、はい、デパートにでお買い物をしたくなるような、ね、そういう使い方をしたくなるような車ですね、私からしたら。そういう感じ、コンセプトもそうかもしれないですよね。あ、なんかキャッチコピーありましたよね。こなんとか、なんだったっけ、ノートに書いてたけど。うわー、車でも大きいですね。あ、そうですね、すごく前が長いですね。はい。一番先がどこかはちょっと見えないですもんね、ここから。わー、あー、感動です。ロータリーをまた松田に復活させてほしいですけどね、はい、本当ですね。もう本当に私もそう思います。いや、本当運転ありがとうございました。もうこんな楽しい車ね、もうロータリー本当復活してほしいですね。うん、だって一番最後が8ですかね、8で終わったんですかね。はい、松田さんぜひよろしくお願いします。